はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、くつざわでございます。日テレの24時間テレビ、今日放送なんだって。今晩放送開始なんだって、明日の夜まで。全然知りませんでした。未だにやってんだ。特に話題にもならずにね。話題になったといえば、統一教会にバラされたってことを昨日お伝えしましたけれども、統一信者が7年間も幹部ボランティアとして番組を支えてきた。共産団体としてテロップでも流れている。マスコミは統一叩きをやめろ。大暴露。日テレの回答、これに対する回答なんですけれども、問題のテロップは、テレビ金沢が放送したもの。全国放送はされてないそうです。参加ボランティアの思想信条は確認していないし、今後もしない。一般論として、確認しません。自民議員の押しかけ選挙ボランティアを、宮根で叩いてたのに、ダブスタが過ぎんだろ、と話題になっておりました。まあ、こういうふうに記事出てますね。ネットの反応です。相変わらず自分にだけ甘いな。がっつりクレジットされてるのに。はい、ズブズブ。ズブズブだよ、これは。テレビ金沢 が言うには、ボランティアじゃなく共産団体ってことらしいぞ。政治家のことは知ってたはずだって、発狂して叩くくせに、ほんとダブスタ。地方局のことは知りませんって通らんだろ。自民議員にも、ボランティアの思想信条は調べられないって言われたら、日テレはどう返すんだ。日テレ、知らなかったでは済まされないって、日頃は自民党議員を叩いてたらしいですね。日テレが、統一は反社って宣言してるから、大問題だぞ、これ。TBS も宣言してるって。統一は反社って。マスコミ、俺は良いけど、お前はダメ。テレビ金沢がやったことですって言って、自分は関係ありませんとか言って、確認してないし、今後もしない。24時間テレビ放送中止はしません。なんか予想通りのクソ回答ぶりで安心しました。ここで真剣に反省してですね、再発防止を講じてですね、襟を正すような組織だったら、今こんなに嫌われ憎まれ視聴率だだ下がってませんよね。今のテレビの落ちぶれ方が、ダメな組織だと証明しております。ミヤネ屋でもとうとうだんまり決め込んでるし、これ24時間テレビ終わって1ヶ月ぐらいした頃ポロっていうのかな、他局もかばい合って全然放送しねえし、今まで通り事件の風化を待つ構え、報道しない自由最高、テレビが自浄することはありませんね。11年前フジでもやられても全然変わらなかったフジテレビ、その事件は脱落者の仕業でうちは関係ないっつってですね、数々の殺人事件を72年間認めてない、謝ってない共産党ぐらい改善の見込みないですね。テレビ局も若者取り込めてなくて、支えているのは惰性で見てる高齢者ばかり。今の共産党が高齢者のみが支えてる構図みたいにね。現に民放の番組作りのトレンドがこぞって昭和になっているという記事が ありました。地上波各局が昭和時代の遺産に頼りまくった番組作りを開始と。まあ、こちらの記事なんですけれども、なんか昭和スペシャルとか、昭和のなんとかみたいなのを、こぞって作ってるそうであります。テレビないんでわかりませんけれども、ネットの反応です。だって昭和の方々しか見てないもん。もう昭和生まれの高齢者しかテレビ見てないよ。落ち目だから、輝かしかった過去にすがりたいんでしょう。昭和生まれっつってもいろいろ言いますからね。昭和64年、63年生まれの方はまだ30代で高齢者とは言い難いんですけれども、そういう方は昭和の記憶ないっすからね。全くないっすからね。私は昭和が終わる頃にかろうじて成人していましたね。そういう人は正真正銘昭和のおっさん。と言ってもいいんでしょうけど、まあ、具体的に言うと、昭和44年生まれ、以前の人は昭和の人、私も含めて、だと思いますけれどもね、そりゃ年寄りしか
地上波見てないからだろ。新しいものはネットに映ってるからそうなるわ。今テレビでポロリとかしたら大変だしな、ポロリもあるよとか、よくな、あの芸能人水泳大会、あったんですけど30年前は、今ないね。新しいブームを作れないだけ。民放のですね、とある特番のタイトルが〇〇だよ、全員集合っていうもんで突っこけました。作る方も高齢化進んで新しいアイディアとか全然浮かばないんでしょうね。新鮮の対義語は陳腐だそうですけど、これ国語の試験に出ますからね、原告の。今のテレビ局がまさに陳腐。まあ見てないからわかりませんけど、気の利いたチューバーの方がですね、映像制作能力高いんでは。YouTuber は激烈な競争にさらされてますしね。テレビ局はお互いがお互いの不都合に目をつぶってかばい合うぬるま湯の世界で、競争も何もあったもんじゃありません。ちょっと想像してみてください。ある町に食堂が6軒あってね、NHK、 日テレ、テレ朝、 TBS、 富士テレビ東京っていう6軒のテレビ局が食堂があってですね、しかもその食堂は料金が高くてクソまずい。高齢者は惰性で通っているが、若者は行かない、全然。不良店である。だが、町役場との癒着で、新しい店が、そこで、その町では開業できない決まりになってる。しょっちゅう食中毒も出してんだけど、その6軒は、お互いにかばい合って、それを言わない。取り締まるべき町役場、かっこ総務省の、人間はですね、退職後の面倒を見てもらう約束で食中毒を取り締まらないし、新規開業も許さない。その6件を守るために。これが日本のテレビ業界の現状ですよ。わかりやすく説明するとね、つまり町の害悪になってんだよね。日本の害悪が総務省とテレビ局6局。今この動画をパソコンで見てらっしゃる65歳以上の、方、こちらの方は 11% のエリートの皆さんですから、残りあの 89% のね、65歳以上でパソコンで動画見れねえ人、一般人、ほぼ大部分のテレビの奴隷の皆さんにねですね、つべのが面白いよ。昔のザトイチとか時代劇、ただでいっぱいあるよ。靴沢さんっていう面白いこと言う人もいるよって啓蒙してもらえませんかね。 11% の、エリートさんたちはさ、エリートなんだから、あれでしょう、ノブレスオブリージュっていうのがあるでしょう。腐りきってるテレビ業界の崩壊が1秒でも早くなるようにね。東大和警察署の警備訓練、商業施設で大声を出しながら刃物を振り回すテロリストを取り押さえる訓練が実施されました。ネットの反応です。パフォーマンスすぎてくさ、なんで刃物なんだよ、全然学ばねえな、全く学んでなくて笑った。殺しに来るやつが大声出すわけないだろう。山上は無言だったんだろ。テロリストが台本通りに行動してくれるのか。直近の事例に対応してないじゃん。やあやあ我こそは西国よりまかりし、安倍と叫ぶのがテロの作法。ドローンとか来たらどうすんの。いや撃てよという意見もありました。田舎警察の限界なのか、なんでこいつらの想定する暗殺者っていつもね刃物を振り回して大声出してんのかな。山上はこっそり近づいて無言でズドンってやったんでしょ。安倍総理の事例が全く生かされてないですね。まあ、ひろゆきも言ってましたけど、世の中の半分は平均以下の人間。まあ、これは真実ですね。真ん中のレベル平均って想定してるわけですから、まあそうなんですよね。どうせこの報道もですね、世界中から笑われてんでしょうね。国辱。日本は平和でいいねって。アメリカだったら接近しただけで射殺されてんじゃないの。この訓練計画を是とした連中全員クビにしたいですね。無能だから。日本人のための唯一の政党を名乗るバカ団体がありまして、
そういうのは人に言われるもんであって自称するもんではないのでは、バカだなって常々思っておりましたけれども、さらにですね、政党要件満たしてない議員一人もいないのに公党名乗ってて、ああやっぱりバカなんだなって呆れておりましたけれども、9月24日に安倍総理国葬反対デモを開催すると当局に聞いて、それじゃあ国政ウエメロの皆さんと一緒やんって呆れ果ててしまいました。共産党や社民党連合に声かけたらデモに行参参加してくれっかもね、そういう皆さんが、ここも含めたですね、国葬ウエメロ勢力が全力で署名集めたみたいであります。11万筆集まって政府に提出したそうで、11万つったって成人人口のたった 0.09% やーん、これが左翼の限界なのかと話題になっておりました。ネットの反応です。国民じゃなくても署名できるでしょこれ、死人もいけそう一人で複数演じてそう、こんななんぼでもアカウント作って署名できるんじゃ、架空の人とか死んだ人の名前書いてるやついるだろうな。リコール署名と違ってチェックされないから、いつものツイッターパイより少ないな。たった 0.09% を国民半数の声と報道してる件、簡単に水増しできるネット署名でもこの結果、まあ、少ねえっていうことですね。個人を貶めるのは日本人の感性から外れている。共産議員が、共産党員が手分けしてみんなで何度も何度もポチポチしたんだな。安倍が最後の戦場、安倍政治許さない高齢者しか署名してないだろう。一人で10も20もアカウント作ってね、メアド変えて知り合いや個人の名前総動員して 0.09% と、70代がですね髪の毛、これもちろん存在していれば、振り乱してポチポチやってる姿想像すると泣けてきますね。70歳以上の方がね、男も女もポチ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 、あなたテレビに操られてますよ、共産党に騙されてますよ、誰か言ってやらなかったのかな、今までの人生な、全く無駄にしてるよな。バカなですね、日本人のための唯一の政党を支持してるやっぱりバカどもも署名したんでしょうねこれね。パヨと一緒だから。9月は全国から警官が集められてですね、都内が限界態勢になるんですが、そう聞いております。そういう事情でですね、その時期は政治活動自粛を求められ我が党は了承しております。デモとか凱旋とか都内ではちょっと遠慮してもらえませんか。あ、そうですかーんでしょうがないですよね言ってですね、国葬の3日前に反対デモやんだって、まあ、呆れて迷惑そうでしたよ非常に。当局の方、体制に逆らう俺かっけー。それじゃあね、共産党や中核派や革丸派と何が違うんだと、警察の迷惑帰り水ってただの反政府主義者やんけ。とにかくあそこすっごいバカなんで、支持者も同様にすっごいバカなんで近寄らないようにしますよ。共産党と一緒でですね、日本語通じないんだろうからね、別な日本語を喋ってんだろうからね。豊島区の懲罰委員会で共産党議員ね、私に変な質問して、私が100倍にしてズダズダにボロクソ返してやっても分かんないんだから、キョトンとして自分が何言われてるか、ああ使ってる日本語違うんだな。その時本当に実感しましたけどもね。というわけで、メール党員さん、筑紫部長さん、草加市ポスティングボランティアさん、大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。